はい、どうも皆さんこんにちは、ソルトです。ファークライフォー前回の続きからやっていきたいと思います。じゃあ早速ね、行きたいところ、新しく出たね、ちょっと待ってくださいね。こちら、ここヤクシニの金箔を行った後に、まあ行き止まり、この辺りちょっと行ってみましょうかね。110なんだ、あれなんだ、見えない、なんだあれ、あの黄色いものが何かすごい気になる。薬師にだよね。あ、ここお、なんか生き物がいるんじゃないか、あれ。あ、ワンワンだ、ワンワンの群れだ。ワンワンの群れはいい。うわ、これ以上上がれないのか。ギリギリ、ギリギリ。あ、どこ行った？ヘリコプターどこ？おーいお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 い。おーい。ああ。よし。じゃあ薬師人の金箔行ってみましょう。これね、どうも敵いたっぽいしな。うわ、なんだここ、変なところだな。なんだここ、ほんとマスクがあるな。なにこれ、キノコ、白の葉っぱが。いるな敵。ここはナイフでサクサクっと仕留めてあげよう。ヤルのナイフね、ヤルのナイフじゃない、ヤルの仮面。これなんだ、壊れないな、壊れるわけではない。ほんとそれだけか、なんなんだここ。うお、武器がすげえある、武器がすげえあるが、そんなにいるものではない。おお、人がいっぱい死んでるぞ。なんだこれ、壊れねえ。お、狼が来るぞ、これはやばいぞ。こんな狭いところで狼に襲われたくない。嘘やん、いたいたいた、やめろやめろやめろ、ほら。ほら、あ、ショットガン最強だなやっぱり。うわー、痛い痛い痛い、うん、な、もう
これ狼じゃないか、ほんとチベット狼じゃないか、ワンワンじゃないぞこれ。あれこっちじゃない、あれ方向が分かんなくなってる。これさっき上から見えてたワンワンの群れだよね多分。よし、じゃあこっから降りて、ういえ、で次がね、ここ行き止まり、こちら行きたい。来た、行き止まりにはねラーテルがねいたんですよ。あいつが気になる。やっぱヘリいいな、早いな。ここか。あれ？ラーテルいない。ラーテル対策。あ、痛い、やばい、ぶっちゃくちゃ痛い。何？あの歯が当たったの絶対超痛かった今。ラーテル対策でショットガンだね。ボロボロのナンテラ。うん、本当に何もないぞ。なんで行き止まりって。おパガンの怒りやっちゃう、久しぶりに。無理か。絶対無理だなこれ。うん、これ無理だわ。よし、パガンの怒りはいいとしよう。ではね、ここ王立軍呪物、王立軍呪物資施設か。読みにく。50m。おっつぁん、つえー、すべて貫通しちゃうよ。せ、死ね。強いぞバレット、バレット最強だ。おっと、お、すごい、こいつはすごいや。それだっか。よし、助けに行こう。どこだ、カルマイベントどこだ、カルマイベント、小競り合いに突然せよ。何？何？どこ？敵。終わったか。ごめん、なんか役に立ってないよね。うわー、ごめんよ。AJ、元気か？ですよね。何も感謝の印なし。はい、じゃあ今一旦ここまで行ったので、とりあえずどうしようかな。シェルバに話しかけてちょっといらない武具を売って、
そろそろね、あのバックとかあの辺りを最大までねちょっとやりたいので、気をつけて。何が、お、なんか来てくれて嬉しいよ。おいや、武器解放、武器解放、よし。でせっかくなんで武器、よし、バレット、これ買い、うん、俺が今使ってんのどれだ、これ、あ、これだね、バレット、バレルサイレンサプレッサー、サプレッサー、サプレッサーつけるべきか、ま、これはつけるとして、高性能にするとして、これだよね、サイレンサーつけちゃう、これかっこ悪いよね、やっぱつけちゃダメだよね、バレットはこれだよね。でペイントが、あー、いや、ペイントこれブラックのままでいいや、威力高いな、いや、サイレンサーつけるか、実用的なこと方でいこう。取引してくれてありがとう。おっと、いや、ごめん、失敗した、普通に失敗した、あ、普通に失敗した、もういいや。シャナス実験場、この中、あれどこだ、宝のマークあるのにないぞ、あれどこですか、え、どこにあんだ宝、これか、旧紙幣、よし、じゃあね、ちょっと待ってよ、クラフト、アジア菜、あとはゴーストベアはあれだね、この辺もそうだね、基本的にはサイの皮がないな、あ、そうだね、サイ、よし、ではね、サイを借りに行きましょう、サイを、バレットを手に入れたことによってだいぶね借りやすくはなったはずなんでね、アジア菜がどのあたりにいるのか、サイ、あれサイいなくね、いた、これか、アジアサイいたね、かなり遠いぞ、よし、とりあえずここにファストトラベル、前回ねサイと戦った時ランチャーを使って殺したんでね、皮が取れなかったんですよね、なので、まあ、今回はバレットで、もしくはなんだっけ、デリンジャーじゃねえ、まあリボルバーで、こちらのキャノンか、キャノンでやれば多分ね壊れないんで、よし、まあ果たしてサイに出会うことができるかですよね、まず、意外とサイに出会う機会って少ないんでね、カルマイベントだな、ぜひ参加していこう、いた、助けるぞ、よし、マジか、ちょっと待って、助けに行くぞ、よし、ちょっと待ってよ、襲撃、
襲撃は助けに行かないとダメだろ。どっから来る？もう攻められてる。痛い。後ろにもいる。危ない。よし、大活躍してるような気はするけど、当たれや。よっしゃ、キル率高いと、大量の経験値をゲットと。おう、今のはね、俺頑張ったよ。今のはもらってね、申し分ない。よし、じゃあね、ちょっと先ほどの続き、サイこれ行こう。また戦ってる、なんか銃の音聞こえるけど、どんだけここカルマイベントが。えい、やっつけたぞ。ありがとう。危ないところだったわ。ハガンの支配は終わった。カルマ4、レベル4ですね。まだレベル7だったかね、アイテムがもらえるようになるのは。シュレッダーというね、マシンガンがすごい気になるので、あれをね、欲しいんですよ。必要性に入れたから、みんなゆっくり休めるぞ。思ったより血は流れた。またカルマイベントだ。あ、この下にあるぞ、なんかカルマイベント。多いな、戦闘が。木は貫通しなかった。ありがとう。よし、王に切るわ。危なかった。サイを探そう。サイがどのあたりだ。まあ、ヤルンのマスクはまたね、後ででも来て取りますんで、とりあえずは今回の目標はサイです。第一目標サイ。ん？この辺だろ？サインの。だね。ん？どこにいんだ？川沿いじゃないの？サイっていうぐらいだから。あれはなんだ。違う。あれ、サイどこいんだよ。見当たらねえぞ。なんかアイテムがあるな。でもここ近くに入るとこがあるんだろうな、多分。どっかこの辺りという感じだな。サイはどこだ。やっぱ川沿いなんだろうな、いるとしたら。
いねえぜ。なんかあそこ洞窟みたいなのが見えるけど、敵じゃない。オッケー。あれいねえな。お、これなんだ。かわいい。なんだこれ、リボンつけてるし。へえ、なんだろうこれ、かわいいぞ。なんだろう、像とかいろいろあるな。あ、こんな近くにあったんだね。気づかねえなこれ。おおおお、なんかいる。なんか今走ってた。サイではないような気もする。小さかったしな今。あれ、ん、気のせいか、なんか走ってったような気がしたんだけど、クソ見当たんねえな。本当にいんの、サイ。ここマジで見当たんないんですけど。ちょっと高台をチェック。いない、本当にいないぞこれ。今どんぐらい離れた。結構離れてる感じだな。うん、サイの生息地そのものが俺わかんねえしな。サイどこだ、本当。どんな、なんかね、川沿いというか水辺に住んでそうなイメージはあるけど。おっと、こんなところになんか海のそよ風研究所。えらい穏やかなとこだな。軍のコンボイめ、もう少しで娘が引き殺されるところだった。サイはどこにいるんですか。やべ、ほんと見当たんねえ。ボーナス経験値をゲットしました。ではね、ちょっとまあ時間にもなってきましたので、本日はね一旦ここで終了したいと思います。ね、サイを探すとね、多分時間、多分いつまでたっても出会える気がしないですね。なので、おっ、おー、いた、サイ、サイいた、いた、いたよ、いた、いた。死んでくれ早く。よし、3発、バレット3発、やった、サイいた。うわ、ぶれ、痛いんですけど。よし、サイ2匹。よし、はい、とりあえずサイ2匹ゲットしたというところで一旦終了したいと思います。次回もこの続きね、ファークライ4実況の方よろしくお願いいたします。ソルトでした。あ、最後に最後良かったな。